起きていたのか。はい、ハクオロ様が来てくれる時間だから。そうか。では今日は何をしようか。お話を。またいろいろなお話を聞きたいです。お話か。そうだな。よし、今日は星神様の物語を話してあげよう。星神様？そう、星神様になった女の子の話なんかどうかな。そうか、それでは。それは昔々のこと。そう、それは昔の話。星神になった一人の少女の物語。とある集落にとても仲睦まじい男と女がいた。二人は幼い頃から身近におり、誰もがいつか一緒になるものと思い、そして二人もそう信じていた。しかし戦が二人を引き裂いた。男は兵として戦場に行かねばならなくなった。男は女に言った。自分が戻ってきたら一緒になろうと。だが戦は熾烈を極め、仲間は一人また一人と倒れてゆく。そして男も傷つき、敵陣の中で倒れてしまった。もはやここまでか。意識が途絶えかけたその時、星の輝きは夜道を照らし、男は最後の力を振り絞り、一歩また一歩と歩き出す。特に話しかけるようにきらめく一つの星が不思議と男を励ました。そして男はやっとの思いでふるさとへたどり着く。だがそこには女の姿はなかった。男が女の元を離れてすぐに流行り病で亡くなっていたのだ。男は知った。女は星となったのだと。あの時、そして何年何十年の月日が流れ、男が旅立つ時、男は強く願った。女のもとへ行きたい、もう一度女に会いたい。その思いに心打たれた御神は、男の魂を天空へと解放した。夜空を仰ぐといい、そこには星となって夫婦となった男と女が寄り添うように輝き続けていることだろう。
ズハも。ん？ユズハもお星様になれますか？そしたら今度はユズハがみんなを照らしてあげられるのに。ユズハ、そうだな、なれるかもしれないな。だがそれはずっとずっと先のことだ。ユズハが恋をして愛を育み、子を産み育て、その後のことだ。ずっと先のことだ。必ずそうさせてみせる。そうか。とってもいい気持ちで幸せな気持ち。寝てしまった。さて、そろそろ